ターンでございます。今回は5ファゾムズ SNZH51 についてお話しさせていただきたいと思います。今回もなるべくわかりやすくお話したいと思いますが、私の思うところをダラダラとお話しさせていただきます。以前にもね、ちょいちょいご紹介してきた SNZH のシリーズね、ニックネームはね、5ファゾムズっていうやつですよね。これ全部で6種類あってなんてね、過去にご紹介してるんですけれども、そのうちの白、これはね、おそらくこのシリーズの中で一番最初にディスコになったものだと思います。これがね、デッドストック級のやつがね、手に入りましたんで、ちょっとね、一緒に見ながらちょっとそのお話をしていきたいと思います。で、このモデルはね、大体です、2011年ぐらいに出た、セイコーの5スポーツで、海外モデルってことになります。でね、これもうすぐディスコンになっちゃったんですね、多分この白は、で、今も例えば青とか黒とか、あと黒金とかね、この辺は購入できるようです。まだ販売されてるってことですね。でね、この白ね、ずっと探してたんですけれども、なかなかいいやつがなくて、今回ね、ようやく入手することができました。このね、白いダイヤル、この部分はね、キラキラ具合っていうんですか、まあ、白銀の類なんですけれども、サンレイとかね、ちょっとね、控えめなイメージです。だけどね、白いね、潰しっていう感じじゃないんですね。この辺はね、こういう、なんて言うんでしょう、比較的低価格なやつでも、ダイヤルはね、セイコーっぽいなっていうふうに思います。あと、インデックスね。これが、例えば、55とかのね、インデックスに比べると、こう、なんでしょう、この銀色でね、キラキラしてるんじゃなくて、ちょっとね、くすんでるっていうんですか、ちょっと黒っぽい、そういった感じです。で、インデックスの他にも、例えばセイコーとかね、このセイコー5のこのマーク、これらもちょっと黒っぽいくすんでる感じになっています。これもね、なかなかいいですよね。あとはね、この特徴的なベゼル、またはベゼルインサート、だからベゼルに関してはこのギアの形っていうんですか、歯車みたいなね、ギザギザ、これも他のね、SNZH と一緒ですね。で、インサートに関しては、例のね、表面に1枚透明なのがかかってるような、すごいね、ファゾムズっぽい感じを醸し出してるデザインですよね。これはね、多分ですけど、55と同じなのかなっていう感じですね。まあ、早い話、ダイヤルが違うだけなんですね、本当にね。でもね、これ、白黒なかなかかっこいいですよ。でね、ベルトはね、このステンレスのブレス仕様、ね、この SNZH のシリーズはみんなブレス仕様ですね。だからベルトっていうかね、カーベルトの仕様とかはなくて、ステンレスのブレス仕様となります。でね、裏側はね、スクリューバックになってて、このスケルトンなんですね。でね、積んでる機械は 7S36 になります。この辺もね、多分同じだと思います。でね、これシリアルが入ってるんですけどね、シリアルがこの6桁のシリアルなんですね。でね、シリアルの頭が1っていうことでね、もうだいぶ古い個体っていうのがね、わかると思います。持ってる方がね、もしいたら、他のシリーズでもね、53とか55でもシリアルの頭とかをね、見てみると面白いんじゃないかなと思います。次にね、この51以外のやつもちょっとね、ちょっとだけご紹介したいと思います。まずね、53ね、これはね、青ですね。もうね、キラキラ具合と、あとね、色のね、この変化、これもね、楽しめる、結構かっこいいっすよね、これね。これね、今でも買えると思います。次にね、55、これは黒ですよね。黒で、ベゼルも黒っていう、一番オーソドックスなモデルなんじゃないかなと思います。このシリーズの中でも、まあ、
人気はね 1,2 番を争うんじゃないかなっていうね、すごいベーシックなモデルだと思います。次にね 5,7、 ね、これね黒なんですけど、このインジとかがねちょっと金色っぽくて、あとは針とかねインデックスとかが金色なんですね。これもねなかなかかっこいいですよ。金色のねちょっといやらしい感じがないっていうか、うん、なかなかね悪くないと思います。でね、この他に、まあ、59っていうね真っ黒のやつと、まあ、60っていうね全部がキンキラキンのやつがあるんですけれども、まあ、私は一応目標としてたやつは、まあ、4本ね揃えることができたかなっていうふうに思っています。まあ、どれもねかっこいいですよね。でね、ちなみにねこの白以外51以外の3個ね、これらはねまだね多分ね買えると思います。ね、ちなみにね私が所有してるやつは全部 J シリアルになります。だからなんだろう、メイドインジャパン表記のやつですね、うん、で K シリアルのやつ、これは文字盤にねメイドインジャパンの表記がないんですけどね、まあ、時計としてはまあ同じと思いますんで、まあ、欲しい方がいたらねそちらでもいいと思います。だんだんねなくなってきてね、まあ、選べなくなってきてるっていうのもありますよね、うん、でねこのね SNZH のね名前の由来っていうんですよ、この5ファゾムズって呼ばれてるその由来ね、これまあ出てきた時に、まあ、海外のね成功フリークの、ね、方々がねブランパンのね50ファゾムズ、ね、これに似てるからっていうことでね、でこの時計自体が成功5だったからね5ファゾムズっていうあだ名がついたっていうのが、まあ、最初だと思います。でそれに加えて例えばこの SNZH の中の黒ね、黒のやつが、まあ、55番だったこともあって55ファゾムズって呼ばれたりね、うん、ちょっとごちゃごちゃしてたんですけど、でそのうちねモディファイでねダガズウォッチがダイヤルとか部品出してきたんですね、うん、でその時から、まあ、そのモディファイが流行って、それらのカスタムしたものが、まあ、55ファゾムズっていう風になってね、ダイヤルにも55番が入るっていう風になったと思います。それ以外のっていうかねノーマルの状態の SNZH のやつは5ファゾムズ、または成功5ファゾムズとかね、そんな風に呼ばれるようになった、そういう風に思っています。ちなみにねこの55のねモディファイのこのダイヤル、うん、これねダガズウォッチとあとねヨボゲも出してるんですけれど、ダガズの方が元祖だと思います。このね SNZH のシリーズ、これってね、まあ、10年ぐらい前に出て、で出た時ね14,800円とかね12,800円とかなんかそんなんでしたよ、うん、そのぐらいで買えたんですね。でね、まあ、今から半年ぐらい前に SNZH55 のねご紹介をさせていただいた時に、これ昔1万いくらだったのに今2万いくらになっちゃってますねなんて話してたんですね、うん、そしたらね今現在今度はね3万何千円になってますね、まあ、なくなってっちゃってるから、まあどんどん少なくなってってから、まあしょうがないのかなと思いますけどね。海外のねこのモデルってねわかんないんですよね、いつディスコンになってるとかね。もしかしたらディスコンになってて何でしょう、在庫を持ってるとこだけのものなのか、まだ製造してるのか、まあ、それぞれもちょっとわかんないですよね。で、まあ、今の時点で、まあ、53と55と、まあ、57は買えるってことですよね。それでもねJシリアルってねちょっと減ってきてるのかなと思いますね。まあね、時計としては、まあ、K でも J でも多分変わんないと思うんですよ。まあ、見た目の問題ですね。ダイヤルにメイドインジャパンというのが入ってて欲しい人は、まあ、J シリアルで探してください。そしてね、今回ご紹介したね、この51の白。これはね、まあ、ミントとかデッドストックとかはね、まあ、海外だとね、もう2桁いってますね。
ちょっとね、えって感じの値段です。だからね、まあ、国内でも多分中古品とかでね、安く買える可能性ってまだあると思うんで、気になってた人はね、よく調べて、もし出会ってね、安ければ買っといた方がいいと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、 SNZ1515 ファゾムズの白、これのねお話をさせていただきました。 SNZH のシリーズもね、どんどん少なくなってって、本当にね、完全にディスコンになって買えなくなっちゃうっていう日がね、近づいてるような気もします。これね、モディファイにしてもかっこいいし、そのままでもノーマルでね、そのままでもかっこいいね、一本、そういう風に思います。これね、ディスコンになってなくなってきて、品が薄くなってくると、時計ってね、フルノーマルの方がいいって絶対なってくるんですよね、どのシリーズでも同じこと言えると思うんですよね。だから私はね、モディファイとか楽しみながらも、フルノーマルってね、キープするようにしてるんですね、だからどっちでも楽しむ。あんまり高くなっちゃうとね、なかなかそういうのできなくなっちゃうんですけどね、例えば 5K とかの海外仕様とかでね、遊ぶ方、そういう方はね、その両方の面から攻めてみるっていうのもね、面白いんじゃないかなと思います。いずれにしてもね、すでにディスコンになってしまったやつとかね、今後ね、近いうちにディスコンになってしまうんじゃないかっていうね、これらのモデルですけれども、まあ、SNZH もね、まあ、5スポーツなんでね、なんでしょう、こう将来なんか値段が上がりそうとかね、なんかそういうのじゃなくて、まあ、単純にね、まあ、そこもまあ重要なんですけどね、まあ、そういうの目的じゃなくて、まあ、単純にこうその時計を手に入れて、まあ、楽しみたいっていう、ね、方ね、こうチャンスがありましたらね、ぜひというふうに思っています。ではね、今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またお話しさせてください。